逆転したというのはその試合の流れを考えても大きかったね前半だと思いますよね。さあクロスが入ってローナルドのところ収まってかわして左足シュート決まった。新潟追加でローナルドが収めて左足で流し込みました。だからね、まあ、このボールしっかり収めて石井選手ですね、最初右足はやはり警戒して一瞬右足を切ったんですよね。その瞬間を見逃さずしっかり左足の蹴りやすいところにボールを置いてゴールに流し込むこのシーンですね、まあ、彼の良さですよね。ペナルティーエリアの中でボールを収める、あとやはりシュートの形もありますから素晴らしいゴールですね。レオナルドもやはり自身がこうゴールを量産